どうやってこの大きな相手に対して挑んでいくんでありましょうか。ロープに飛ばすのも返された。チョップは空振り、正面飛びのドロップキック、馬場がロープに、さあ走り込んでいくが16番、これがあるんです。動きはすぐに止められます。さあ馬場が得意のカワズ落とし、師走の名古屋にカワズ落とし、しかしキットが入りました。背後からアンドレザジャイアントが、さあ大きな大きなジャイアントがキットを釘付けた。まさに年末ジャンボドリームタッグであります。